こんにちは、鮫川村県民レポーターの梅田海太です。今日紹介するのは鮫川村の誇る農産物加工直売所手豆館です。はい、皆さんおはようございます。手豆館館長の佐藤です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずここの手豆館はですね、生産者103名の方が登録しておりまして、この方たちが登録しております。主な商品としては野菜、はい、それと鮫川村は大豆の生産に力を入れておりまして、うんうんうん、昨年25トン生産されました、はい、でその大豆を全部買い上げまして、うんうん、でここの手豆館で、加工しております。味噌、納豆、うんうん、こちらが豆腐になります、はい、毎日作っておりまして、うん、朝7時から作っております。豆腐はどんな種類があるんですか？はい、まずこちらからですね、はい、木綿豆腐、木綿豆腐、あとはザル豆腐、ザル豆腐、あとこちらが絹豆腐になります。絹豆腐、はい、はい、こっちのボトルは何ですか？はい、こちらは豆乳になります。おお、豆乳、はい、このまま飲むこともできますし、うん、この豆乳ににがりを加えますと電子レンジでチンして、はい、豆腐ができちゃいます。自家製の豆腐ってことですね。そうですね。こちら達者の味噌です。はい、1年味噌、2年味噌、3年味噌準備しております。はい、はい、あとこちらが納豆ですね。納豆、はい、大粒と小粒になっております。いいですね、僕は納豆大好きです。自家製ですね。はい、鮫川村では村を挙げて大豆栽培を奨励しており、ここ手豆館で売っている大豆製品は全て村の中で作っています。しかも実はお豆腐や味噌に使われている大豆福井ぶきは全国でもほぼ鮫川村でしか作っていない特別な大豆の品種、従来の大豆よりイソフラボンの量が 1.5 倍多いという特徴があります。豆菓子も美味しいですよ。手豆館では他にも手作りのパン製造、揚げ物やオリジナルのお惣菜も扱っています。手豆館には食堂も併設されており、村の野菜を使ったメニューを楽しむことができます。村の味噌がたっぷり入った宇田味噌定食、おすすめです。腹ごしらえをしたら村の中を散策してみましょう。鮫川村は今紅葉が見ごろです。落合の大もみじ、小和崎、そして熊野神社、さらにエリューダの滝、他にもいろんな場所で秋の紅葉を楽しめます。あなただけのスポットを探してみてください。手豆館では、9日、10日、11日に18周年の感謝祭を行います。秋の野菜もいっぱい入荷するので、せーの、遊びに来てください。